グリゴール・ディミトロフは、ブルガリア・ハスコボ出身の男子プロテニス選手。これまでに ATP ツアーでシングルス8勝を挙げる。2017年に ATP ファイナルズ優勝者。自己最高ランキングは、シングルス3位、ダブルス66位。身長191センチメートル、体重81キログラム。右利き、バックハンドストロークは、片手打ち。ディミトロフは、グランドスラムである、全豪オープン、ウィンブルドン選手権、全米オープンで最高成績ベスト4、マスターズと ATP ファイナルズ優勝を経験している、ブルガリア人No.1プレイヤーであり、ブルガリアテニス界を率先している。1991年、ブルガリアのハスコボで、テニスコーチの父デミタルと、スポーツ教師で、元バレーボール選手の母、マリアの下で生まれました。3歳の時に、母からラケットをもらい、初めてラケットを握った。5歳の時には毎日テニスをし、ジュニア初期には父親がコーチを務めていた。ジュニアの大会でディミトロフの才能が人を引き、サンチェス・カサルアカデミーに参加。エミリオ・サンチェス氏とパト・アルバレス氏の下で指導を受ける。2009年3月からフランスのパリでトレーニングを行い、パトリック・ムラトグルーのテニスアカデミーに参加。2012年、コーチのパトリック・ムラトグルー氏と共にツアーを巡ることになる。ジュニア時代には2008年ウィンブルドン選手権と2008年、全米オープンのジュニアシングルスで優勝している。2008年にプロに転向。この年からデビスカップブルガリア代表として出場している。2008年ウィンブルドンジュニアシングルスに優勝2009年の ABN アムロ世界テニストーナメントでは主催者推薦での出場から1回戦で、世界ランキング23位のトマーシュ・ベルディハを4から6、6から3、6から4で破る主君を挙げた。2回戦で当時世界1位のラファエル・ナダルに5から7、6から3、2から6で敗れたが、第2セットを奪う健闘を見せた。ウィンブルドン選手権で4大大会に初出場、1回戦でイーゴリ・クニチンとの試合を6から3、0から6、0から3となったところで途中棄権した。全豪オープンでは予選を勝ち上がり1回戦で世界ランキング38位、アンドレイ・ゴルベフを6から1、6から4、6から2で破り2回戦で第19シードのスタニスラス・ワウリンカに5から7、3から6、3から6で敗れた。この勝利で87位になり初めてトップ100入りを果たした。4月の全米男子クレーコート選手権で初のシードになった。BMW オープンでマルコス・バグダティスを3から6、7から6、6から2で破り、世界ランキングを66位まで上げた。全仏オープン1回戦でジェレミー・シャルディに2から6、4から6、4から6で敗退。ウィンブルドンでは2回戦でジョー・ウィルフリード・ツォンガに7から6、4から6、4から6、6から7で、第1セットを奪ったが敗れた。全米オープンでは1回戦で、ガエル・モンフィスに6から7、3から6、4から6ストレートで敗退した。ダブルスでは、エーゴン国際で、アンドレアス・セッピと組初めてのツアー決勝に進出した。決勝で、ジョナサン・エルリック&アンディラム組に3-6、3-6で敗れ準優勝となった。年間最終ランキングは76位。全豪オープンでは、1回戦で、ジェレミー・シャルディを4から6、6から3、3から6、6から4、6から4で破ったが、2回戦は、ニコラス・アルマグロに6から4、3から6、7から6、4から6、0から6のフルセットで敗れた。3月のソニー・エリクソンオープンでは、世界ランキング7位のトマーシュ・ベルディハを6から3、2から6、6から4で破った。エイゴン選手権、スウェーデンオープン、クロアチアオープンでベスト4に進出した。7月のロンドン五輪でオリンピックに初出場した。シングルス1回戦でポーランドのルカシュ・クボットを6から3、7から6で破ったが2回戦でフランスのジル・シュモンに3から6、3から6で敗れた。年間最終ランキングは48位。開幕戦のブリスベン国際でツアー初の決勝に進出。アンディ・マリーに6-7、4-6で敗れ準優勝となった。5月のマドリードマスターズでは2回戦で、世界ランキング1位のノバク・ジョコビッチを7から6、6から7、6から3で破る主君を挙げた。10月のストックホルムオープンでは2度目の決勝に進出し、ダビド・フェレールを2から6、6から3、6から4で破り、ツアー初優勝を果たした。2013年ウィンブルドン選手権でのディミトロフ全豪オープンで3回戦でミロシュ・ラオニッチにセットカウント3から1で勝利し、準々決勝で世界ランク1位のラファエル・ナダルに負けはしたが1セットを取る健闘を見せ、グランドスラムで自身初のベスト8進出を果たした。2月末のアビエルとメキシコテルセルでは準決勝でアンディ・マリーに4から6、7から6、7から6の接戦で初勝利を挙げ、ツアー3度目の決勝に進出。ケビン・アンダーソン相手に7から6、3から6、7から6の大熱戦を制してツアー2勝目を挙げると同時に自身初の ATP500 シリーズ制覇を果たした。4月のビアルディーナスターゼ・ティリアクトロフィーではルカ・シュロソルを破って優勝。5月の BNL イタリア国際では準決勝に進出するが、全仏オープンでは1回戦で、イボ・カルロビッチに敗れた。その後、エーゴン選手権で、フェリシアーノ・ロペスを破って優勝。ウィンブルドン選手権では準々決勝にて昨年、優勝者のマリーを6から1、7から6、6から2のストレートで破り GS 初のベスト4入り、続く、準決勝では、第2シードのノバク・ジョコビッチに4から6、6から3、6から7、6から7で敗れた。そして7月7日付の世界ランキングで9位となり、自身、そしてブルガリア人初のトップ10入りを果たした。8月4日には自己最高の8位にランクイン。ロジャーズカップでは2度目のマスターズ準決勝進出を果たすも、この大会で優勝したジョー・ウィルフリード・ツォンガに4から6、3から6で敗れた。第7シードで出場した全米オープンでは4回戦で、ガエル・モンフィスに5から7、6から7、5から7で敗れた。年間最終のレースランキングで11位であったため、ATP ワールドツアーファイナルズ本戦の出場権は得られなかったものの、交代選手の2番手の権利を得た。しかしその権利を辞退した。全豪オープンでは4回戦で、アンディ・マリーに4から6、7から6、3から6、5から7で敗れる。全豪の後3月のマイアミオープンまで出場したすべての大会で2回戦で敗れている。モンテカルロマスターズとマドリードマスターズでは共に3回戦でスタン・ワウリンカを破り、準々決勝に進出したがモンテカルロではガエル・モンフィスに、マドリードではラファエル・ナダルに敗れた。全仏オープンでは1回戦でジャック・ソックに敗れ2年連続1回戦敗退となった。前回ベスト4のウィンブルドン選手権では3回戦でリシャール・ガスケに3から6、4から6、4から6で敗れた。全米オープンでは2回戦でミハイル・ククシュキンに3から6、6から7、6から2、6から4、4から6で敗れた。この年は年間を通してツアー準決勝進出が一度だけなど不調に陥り、年間最終28位で終えた。年初のブリスベン国際では、ジル・シモン、ビクトル・トロイツキに勝利し、ロジャー・フェデラーとの準々決勝まで進出。翌週のシドニー国際では決勝に進出。ビクトル・トロイツキに6の2、1から6、6から7で逆転負けし、準優勝。全豪オープンでは3回戦で、フェデラーに4から6、6から3、1から6、4から6で敗れた。マイアミオープンでは3回戦で、アンディ・マリーに6から7、6から4、6から3で勝利。4回戦で、ガエル・モンフィスに敗れた。4月のイスタンブールオープンでは決勝に進出。決勝で、ディエゴ・シュワルツマンと対戦。第1セットを7から6で先取するも、第2セットを6から7で取られる。そして、ファイナルセットで痙攣もあり0から5とされてしまう。最終的に、第6ゲームでラケットを3本破壊し、ゲームペナルティを取られて敗れた。全仏オープンでは1回戦で、ビクトル・トロイツキに6の2、3から6、7から5、5から7、3から6で敗れ、3年連続1回戦敗退となった。さらにメルセデスカップ、エイゴン選手権で初戦敗退を喫し5連敗を喫する。そんな中迎えたウィンブルドン選手権では2回戦で、昨年ベスト8のジル・シモンに勝利するも、3回戦でスティーブ・ジョンソンに敗れた。このように連敗が続いた結果一時世界ランク40位まで落ちてしまった。しかしロジャーズカップでは準々決勝に進出。準々決勝で錦織圭に敗れたものの復調の兆しを見せると、リオ五輪のシングルスでは1回戦でマリン・チリッチに敗退するも、翌週のシンシナティマスターズでは3回戦で第2シードのスタン・ワウリンカに準々決勝でスティーブ・ジョンソンに勝利し、2年ぶりのマスターズベスト4に進出。準決勝でチリッチに6から4、3から6、5から7で敗れた。全米オープンでは2年ぶりに4回戦進出。4回戦でマリーに1から6、2から6、2から6で敗れた。チャイナオープンでは準々決勝でラファエル・ナダルを6から2、6から4で破り、準決勝で対戦相手のミロシュ・ラオニッチが棄権し、決勝に進出するも、マリーに4から6、6から7で敗れた。BNP パリバマスターズでは3回戦で、ノバク・ジョコビッチに6から4、2から6、3から6で敗れた。この年は、年間最終17位で終了した。年初のブリスベン国際では準々決勝で、世界ランク8位のドミニク・ティームに、準決勝で、世界ランク3位のミロシュ・ラオニッチに勝利し決勝に進出。決勝で世界ランク5位の錦織圭を6から2、2から6、6から3で破り、3年ぶりのツアー優勝を果たした。全豪オープンではグランドスラム2度目のベスト4に進出。準決勝でナダルに3から6、7から5、6から7、7から6、4から6で敗れた。2月の地元、ブルガリアでのソフィアオープンに初出場すると、決勝でダビド・ゴファンに7から5、6から4で勝利し、地元優勝を果たした。その後は、クレーの大会などで、早期敗退が続くが、8月のウエスタン&サザンオープンで、再び復活、3回戦で、これまで一度も勝てていなかったフアン・マルティン・デル・ポトロに、6から3、7から5で、初めて勝利する。準々決勝では、杉田祐一を6から2、6から1で、圧倒。準決勝では、ジョン・イスナーを7から6、7から6で破り初の決勝進出。決勝で、ニック・キリオスに6から3、7から5で勝利し、マスターズ戦初優勝を果たした。しかし第7シードで迎えた全米オープンは2回戦で、アンドレイ・ルブレフに5から7、6から7、3から6で敗れた。続く、チャイナオープンでは準決勝で、上海マスターズでは準々決勝でいずれもナダルに敗退するが、この時点で年間獲得ポイント8位以内が確定し、レースランキング6位で初の ATP ファイナルズ出場を決めた。ファイナルズではラウンドロビンを3戦全勝で突破し、準決勝でジャック・ソックに4から6、6から0、6から3で勝利し決勝進出。決勝は、ダビド・ゴファンに7から5、4から6、6から3で勝利し、ファイナルズ初出場で初優勝を果たした。年間最終ランキングは自己最高の3位を記録した。全豪オープンでは第3シードとして出場。4回戦で第17シードニック・キリオスに勝利し、ベスト8に残るも準々決勝でカイル・エドマンドに敗退。ABN アムロ世界。テニストーナメントでは準決勝の対戦相手であるダビド・ゴファンの棄権により決勝に進出したものの世界ランキング1位復帰を確定させたフェデラーに2から6、2から6で完敗を喫した。BNP パリバオープンでは初戦でフェルナンド・ベルダスコにマイアミオープンでは3回戦でジェレミー・シャルディに敗れた。モンテカルロマスターズでは準々決勝でダビド・ゴファンに勝利するも準決勝でラファエル・ナダルに4から6、1から6で完敗。バルセロナオープンでは準々決勝でパブロ・カレーニョ・ブスタに敗戦。ムチュア・マドリードオープン、BNL イタリア国際ではそれぞれミロシュ・ラオニッチ、錦織圭に2回戦で敗れた。全仏オープンは3回戦でベルダスコに6-7、2-6、4-6で敗退し、またしても全仏3回戦の壁を破ることができなかった。ウィンブルドンと全米オープンは1回戦で、いずれもスタンワウリンカに敗れた。パリマスターズでは3回戦で、マリンチリッチに6-7、4-6で敗れた。アンドレ・アガシをコーチに招聘して挑んだ、パリマスターズでも2回戦で、チリッチに敗れた。この年はツアー大会の優勝がなく決勝進出も一度だけ。グランドスラム2大会連続1回戦で元世界3位のワウリンカと当たり敗れたことも影響し、3位だったランキングが最終的に19位まで降下した。開幕戦のブリスベン国際では準々決勝で錦織圭に5-7、5-7で敗れた。全豪オープンでは4回戦でフランシス・ティアフォーに5-7、6-7、7-6、5-7の接戦で敗れた。BNP パリバオープンは肩の故障で1回戦を棄権した。クレーシーズンは全体的に成績を残せず、5月には2016年からコーチを務めていたダニ・バルベルとの関係を解消した。全仏オープンではヤンコ・ティプサレビッチとマリン・チリッチをフルセットの死闘の末下したが、3回戦でスタンワウリンカにストレートで敗れた。ウィンブルドンではコラン・タンムーテに逆転負けをし、2年連続1回戦敗退となった。ロジャーズカップでは1回戦でスタンワウリンカと対戦し、ストレートで敗れた。続くウエスタン&サザンオープンでも1回戦でスタンワウリンカと対戦し、7-5、4-6、6-7で敗れた。しかし、ノーシードで挑んだ全米オープンでは、準々決勝で、フェデラーに3-6、6-4、3-6、6-4、6-2で勝利。過去7戦して全て敗れていたフェデラーに初めて勝ったと、共に、グランドスラムで2年ぶりのベスト4入りを決めた。準決勝で、第5シードのダニール・メドベージェフに6-7、4-6、3-6のストレートで敗れたが、この大会の活躍により、78位まで降下した、ランキングを25位まで回復させた。パリマスターズでは、初のベスト4まで進出した。年間最終ランキングは20位。全豪オープンでは2回戦で、アメリカの若手選手、トミー・ポールに4-6、6-7、6-3、7-6、6-7のスーパータイブレイクまで及ぶ接戦で敗れた。その後は、新型コロナ肺炎の蔓延のためツアーが中断され、大会数が制限されたので試合そのものがあまりなかった。その影響で全仏オープンよりも先に全米オープンが開催された。昨年ベスト4入りしたでは全米オープンでは1回戦で全豪オープンで対戦したトミー・ポールにリベンジを果たしたが2回戦でハンガリー出身のマートン・フチョビッチに7-6、6-7、6-3、4-6、1-6のフルセットの末、惜敗した。全仏オープンでは、初の4回戦まで進出した。初のベスト8をかけてステファノス・チチパスと対戦したが、3-6、6-7、2-6のストレートで敗退した。最終ランキングは19位のまま終了した。ディミトロフは2021年から錦織圭の元コーチのダンテ・ボッティーニ氏を新コーチとして関係を結ぶことにした。全豪オープン、ディミトロフは今大会第18シードとして出場し、1回戦で強敵マリン・チリッチを破り、3回戦ではパブロ・カレーニョブスタと対戦したが途中棄権したため、そのまま4回戦進出。4回戦では昨年準優勝したドミニク・ティームを圧倒。ここまですべてストレートで勝ち上がり、2018年ぶりにベスト8に進出したが、予選から他の強敵たちに勝ち上がってきたロシアのアスラン・カラツェフに背中の痙攣もあり6-2、4-6、1-6、2-6で敗退。2017年以来のベスト4入りを逃した。その後は怪我による不調が続き、マスターズなどの大会でも早期敗退が続いた。全仏オープンは1回戦で怪我により途中棄権。ウィンブルドンでは1回戦でフェルナンド・ベルダスコに勝利したが、2回戦でアレクサンダー・ブブリクに敗退。全米オープンでも2回戦で、アレクセイ・ポピリンに2セットダウンの時点で、足の怪我のため途中棄権。グランドスラムにおいても怪我による早期敗退が続いた。片手バックハンドのオールラウンダー。かなり完成度の高い、力強く綺麗なフォームをしており、運動神経や体幹の良さも見て取れる。体も柔軟で、足も速いので、多少のボールも返球できる。バックハンドは、フラットだけでなく、スライスも優れている。フォアハンドも重く、パワフルで、フットワークも良い。サーブも綺麗であり、時速 233km 出すことができる。主にグラスやハードコートが得意である。片手バックハンドやプレースタイル、ウェアやシューズがナイキ、ラケットがウィルソンなどフェデラーとの共通点が多いことから、ベビーフェデラーの呼び声がある。シングルス、1シングルス、1W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。